どうなんですかね。種を持ってきたんですよ。食べられるもののね。芽が出たら面白いだろうなと思って、簡易でいい加減な苗床を作ってみました。こんなんでいいのか。買った草の腐敗したやつと、トイレットペーパーですね。こんなんでいいのか？大丈夫か？株の駐車スペース、どん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 地面にめり込んじゃうので石を埋めました。これで株ちゃんも屋根下スペースなんて言ってますけど、実は屋根に穴が開いてたりなんかして、ははは、これも修理しなきゃいけないです。どうしましょうかね。 まあでもこれで錆も少しは抑えられるんじゃないかなと思いますよ。蜂さんがいっぱい。株の置き場所なんですけど、まあ下に石引いたりなんかして雨もしのぎたいんですが、屋根に穴が開いちゃってるので、これをどうにかしなきゃいけないねっていうのが今日の目標かしら。午前中にできるのかな。FRP の接着剤を持ってきたんで、どうにかしてみたいと思います。
まあ、穴は塞ぎきれないので、とりあえずグラステープを切って、補修材で接着してまくられない程度にはしてみようかなというところですね、作業的には。カラスうるせえなぁ。どうでしょうか。まあ、とりあえず、バラバラになってたやつを拾ってあったので、FRP というか接着剤でガラスマットをくっつけてみました。これでしばらく押さえて、その後この隙間とかどうするか考えなきゃいけないなぁという感じですか。とりあえずね、雨風にも耐えられる接着をしておかないと剥がれちゃいますからね。まあ、釘を打ってありますけどね。で、下から見ると、まあ、ちょっと空いてるけど、OK かなっていう気もするんだよな。どうだろう。結構お気に入りの、ブドウのランタンがあったんですけど、こんなやつね。で、まあ、ダイニングというか何というか、そこにセッティングしてたんですが、ふと今まで使ったことがないというか、何それっていうと、この椅子の下に収納庫があって、みたいな。で、見たことがないところから出てきたものっていうのが、なんか物置ですけど、これ何これ。うちの家族でね、こんなものを使う、まあどう見ても三味線だよね、これね。わっ、だいぶ使ってないよっ。本当に三味線だわ。まあ、なんかいい加減だな、これな。いい加減なものだけど、三味線は三味線っぽいな。使えるのか、これ。なんでしょうね。これでいいのか、これは本当に。何かがおかしい気がする。おかしいと思ってるのは私だけ？大体何なの？この紐は何だ？これ弦って言うのかな。これまずいんじゃないの。ねじれてるよ。まあどうでもいいんですけど、こういうもんですか、裏って破れてるのかな。あ、糊がついてるから破れた臭いね。これは何でしょう。とりあえず、あ、大したもんじゃなさそうだな。あ、そう。まあ、なんか音がする気がしません。だいたい弦楽器ってダメなんだ俺。夜はさ、
やることないのよ島だと。なのでね、ご近隣もいないので大音量でプロジェクターださ普段こっちなんだよね。半径100メーター以内に誰もいないからね。音なんか絶対大音量でも伝わらないわけですよ。ちょっとそれはそれで嬉しい。